ローラン・ギャロスローラン・ギャロスは、インド洋のフランス領レ・ユニオン・サンドに出身のフランスの飛行家。世界で初めて地中海横断飛行に成功した。第一次世界大戦でのエースパイロットである。1913年に地中海横断飛行を行ったパイロットとして知られていたギャロスは、第一次世界大戦が始まると、フランス空軍に加わった。 牽引式の戦闘機の機銃の命中率を上げるため、プロペラに防弾板を取り付け、飛行機前面に取り付けた機銃で、プロペラの回転面内を通して射撃を行う画期的方法を考案した。1915年4月の実戦投入後、すぐに3機を撃墜する戦果を上げた。1915年4月18日に撃墜され、ドイツ領内に不時着した。アイデアは、 フォッカー E3 などに模倣され、改良されたプロペラ同調機関銃は、逆に、ドイツ機優越の原因となった。1918年2月、捕虜収容所から脱走して、再び空軍に復帰したが、10月5日に、ブージェ近郊産モレルで撃墜され死亡した。まだ29歳11ヶ月だった。プジョー306の、ローランギャロスエンブレムローランギャロストーナメントと呼ばれる。 テニスの全仏オープンとその会場となるスタッドローランギャロスはギャロスの功績を称えて命名された。また、このトーナメントのスポンサーである自動車会社のプジョーでは能力の図書と本川内装を組み合わせたローランギャロスエディションを歴代量販モデルに設定している。ありがとうございます。